対禁止しました、やっぱり。あとですよ。もうめっちゃ緊張しちゃった。控室で、それほどでもないような感じだったんですけど、だからテレビで緊張しました。緊張しますよ。ね、昨日の会見も、やっぱね、新聞も読んだんですよ、昨日、記者会見も。だってね、ね、レッチリの方でありまして、社長はもう、ね、監督がいるんです。で、ここに、パウロが倒れてるって外資の2人が座って、一番と高橋選手でね、で、社長の横に、本田選手。で、内側に辻岡選手です。外資2人だと、何かなんですよ。なんか、後ろでウィッチさんが通訳しながら、喋るのを聞きながら。で、その通った。で、内側でも、本田選手がやっぱさ、もうオリンピックのマスメディアで見るじゃないですか。まあ、ちょっと、こうなんか、最初はこうなんか、ちょっと後ろに交代しなかった。で、やめる水上選手なんですよ。もう、まだ慣れたもんだと。問題は後半ですよ。シュートだから、一生遅れる。そこは知ってたっけ ?3 月1日でしたっけ、まあ、これだよ。それはそうですよ。18歳の男の子が、カメラとか、ね、こう、あそこまで、おじさん方がいらっしゃるところで、新聞社とかいるところで、しかも、高いところですから、あれ、緊張したでしょ。何やっていいか分かんなくて、ちょっと右とか見て、そろそろしてます。俺、こちらの、この方は、ずっと社長の目を入れて飲みながら。何言ってるのかなと。いろいろ書いてあったんですよ。一個切るのを見ながら。あれはやっぱ、貴重な。誰が貴重ないのかって、緊張するじゃん。緊張するだろ、な。緊張するね、やっぱり。やっぱプレーとは違うもんね。そうですね、全然違うね。まあ今日はある意味やっぱり皆さんに顔を覚えていただきたいし、そのサッカーになるところってどんな考え方してるのかな、どういう価値観を持っているのかな、どんなべき、いろんなことをしゃべる、いろんなことを今日は皆さんと一緒にしたいということなんで、できるだけ喋っていただきながらお届けしたいと思いますけれども、あとね、あとでまあねっていうか思うんですけど、誕生日があります。面白いんですよ。知ってる方、知ってるかな。4月17日生まれですよね。ビクトリア・ベッカムと一緒なんですよ。誕生日が4月17日なんですって。で、ワールドカップでしょ。デイビッド・ベッカムと一緒なんですって。付き合えねえよ。だから歌えないんですけど、必死だよ、こっちの。通常はね、番組とか、その結果とかでもそうだけども、キャンプ行って、顔を覚えて、コンタクト取って、いろんなお話しながら、こういう選手だからこんなこと聞こうかな。そう。この後だと、今週の月曜日ですからね。いつもあったやつが最初に。何にも話してないのに、どうしてやってくれ。そりゃね、ネタ組み必死ですよ。ベーコンと一緒なんですって。どうでしょう。でも、なんかすごい面白いですよね。見つけてくるとね。今からお二人に1分間だけ差し上げますから、昨日の記者会見じゃないですけど、何かメッセージを、挨拶を1分長いか。いやでもサッカー45分じゃない。サッカーはね、だから何でも言ってたら、人によってはだって何かこう一応だけは分かるという形で、まずはじゃあ踊るしかよろしい。ホーフェディアスから来ました、本田です。自分のことは皆さんタクって呼んでください。高校大学の時からさせてもらっている皆さんもお願いします。
今日は本当に緊張してるんですけど、最後までよろしくお願いします。神奈川県の奈良選手です。お客様に緊張してるんですけど、頑張って皆さんに覚えてもらえるように伝えるんで、よろしくお願いします。長岡選手の方があるか、今まあ、その選手はタクって呼ばれたい。タクって呼んでくれるんですけど、頑張ってほしい。いや、あんまないんですけど。で、僕も、幽霊。幽霊。クラスの10万円ジャラクラの調子クリーン言うね、でもね優秀ですね。どうですか、いよいよエスタルプレイ進出して、まあ、本格的には言ってるからですからね、スタートですけれども、今の身長そうですね、早く日本のグラウンドで日本の日本代表で試合をしたいなっていう感じです。本当にチームのみんなとまだ慣れてないって感じなんで、だんだん慣れていって、それからちょっと本気出していこうかなと思ってます。